はいどうも皆さんこんにちは。ベノム2が延期となりました。当初の9月半ばの公開予定から約3週間後ろ倒しで10月の初め頃に公開予定となっています。これまでの延期に比べるとそこまで大きな延期ではありませんが、これはスパイダーマンノーウェイホームへとつながっていく可能性もあるためスパイダーマン延期の心配もありますが、今回はノーウェイホームの予告編とベノムとスパイダーマンシリーズのクロスオーバーについて見ていきたいと思います。一応スパイダーマンノーウェイホームの公開予定日としては12月16日となっていますが、未だソニーから予告編は登場しておらず、現在公式に分かっているのはタイトルのみとなっています。もう公開まで4ヶ月を切っているため、もうそろそろ予告編が出てもおかしくない時期ではありますが、ベノム2同様に延期される可能性もありますし、予告編はもうすぐ公開されると考えることもできます。予告編が登場するかもしれない最大の理由としてはシネマコンです。このシネマコンは映画のイベントで、今年は8月23日から26日までの4日間にわたって開催されます。そして今年はソニーピクチャーズもこのシネマコンに参加することが分かっていて、ソニーは初日23日の現地時間午後6時から9時までの3時間の間プレゼンテーションをすることになっています。ソニーピクチャーズはここでこれから公開されていく映画であったり、今後作っていくであろう映画について発表するはずなので、ここでスパイダーマンノーウェイホームに何も触れないというわけにはいかないはずです。実はソニーピクチャーズはこれと同じようなことを前回スパイダーマンファーフロムホームでも行っています。ファーフロムホームの時はソニーピクチャーズはこのシネマコンではなく CCXP というイベントでファーフロムホームの予告編を流しています。この発表があった後に YouTube などでも公式に予告編が公開されているため、今回も同じような流れを考えているのかもしれません。またシネマコンでは公式ページにも書かれている通り、電子機器の持ち込みは一切禁止されているためリアルタイムで予告編を見ることはできませんが、この予告編の発表と同時に最終的な公開時期も発表されるのではないかと思います。このイベントでスパイダーマンノーウェイホームの予告編が登場する可能性は高いと思いますが、それでもノーウェイホームの延期の可能性もまだあると思います。その理由が、このスパイダーマンノーウェイホームはこれまでソニーが作ってきたどのスパイダーマンシリーズや映画よりも規模が大きく、今後モービアスであったりベノムの映画とつなげていくための大きな分岐点ともなる映画のため、なるべく万全な状態で公開を迎えたいと思っているはずだからです。そのため予定通りに12月に公開されてほしいところですが、仮に遅れるとしたら来年の夏頃になる可能性があるのではないかと思います。スパイダーマンは言うまでもなく知名度の高いスーパーヒーローの一人で、これまでの映画を見てみてもスパイダーマンの映画は特に休みを狙って公開されています。今回ノーウェイホームの予定は言うまでもなくクリスマスシーズンを狙っているため、ここから外れるとあとは春休みか夏休みシーズンということになりますが、3月にはドクター・ストレンジの映画が公開されるため、仮に延期となった場合夏になるのではないかと思います。このようにまだ延期の可能性もありますが、いいニュースもあって、それがベノムとのつながりです。ベノム2は初めにも言った通り10月初め公開予定に延期となりましたが、この映画の主演を務めるトム・ハーディはベノムとスパイダーマンのクロスオーバーについてかなり前向きに考えています。実はトム・ハーディはこのベノム2の映画ではただ主演を演じているだけではなく、実は脚本にも関わっています。前回の映画では脚本には関わっていなかったトム・ハーディですが、今回の2作目ではケリー・マーセルと共に脚本にも深く関わってきています。それだけでなくトム・ハーディはインタビューでトム・ホランド版スパイダーマンとの共演についてその方向で話を持っていきたいと言っています。今回はスパイダーマンとベノムについて見てきました。皆さんはこの2つの映画についてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。